そのうちゆっくり見て回るといい。それが？ああ、残念ながら彼は少々困った問題を起こしたのでな、しかるべき責任を取ってもらったのだ。身の程をわきまえる。ドクターには関係のない話だよ。何しろあなたは特別なのだから。ドクターはこの件を心配する必要はまるでない。そのことだけは言っておこう。ドクターは使用人風情に興味がおありかな。これはいい。使用人をそのように賛美される客人は初めてだ。ご婦人を褒めるとき、アクセサリーを褒めずに靴の裏を褒めるようなものだよ。どうにもジャポネーゼの考えることはわからんな。まあよい、今度ばかりはその方がいい。ドクター、そう慌てずとも後でもっといい知らせがある。楽しみにしていたまえ。すまんが、私も詳しい由来などは知らんのだ。そのことは何の問題もない。いいのかね。ならば食事の続きをしよう。若鶏の蒸し焼き、ローズマリー風味です。ミックスサラダです。スイートバジルのドレッシングでお食べください。ジェラートです。では、ドクター、そろそろこちらから説明をさせていただきたい。よろしいかな。シルビー、頼む。かしこまりました。では、私から説明させていただきます。まずは当家における階級に関して。マスターは会長と
サドリーノ様です。次席が秘書兼ハウスキーパーの私となります。そして極めて特例ではありますが、その次第三の席はドクターあなたです。どうか今回はこのポジションをご承認ください。これは決定事項です。では続けます。4席目は彼女たち4名のメイドです。本社から出向の方々は5席目以下、一般雇用の使用人たちが該当。以上で階級に関する説明を終わります。続いて、はい、いいえ、ドクターにはそのようなことは要求いたしません。ドクターの通常業務に関してはこれから説明いたします。まずは定期的に会長の健康診断を行ってください。会長は常に健康であることを望まれています。もし万が一異常を発見した場合、すべての業務に優先して会長の治療を行うこと、これを最重要事項として認識願います。その他の業務はメイドたち使用人の健康管理と疾患、事故などが発生した際の治療です。また同時に2つ以上の疾患が発生した場合、治療の優先順位は先ほどご説明した階級に準じて行うようお願いいたします。以上、ご質問は？では最後に、ドクターには決定していただきたいことが一つあります。ドクターの専属となる担当メイドを一人、この4名の中から選んでください。ドクターの身辺のすべてをお世話するメイドです。心よいご回答感謝いたします。一人ずつご紹介しましょう。まずはパーラーから。給仕担当のクリスです。よろしくお願いします。次はハウスです。チャオ。デイパダルイタリアノ。ジェン。イングリッシュ。イタリア語できないの？
続いて同じくハウスです。ディアナと申します。担当は主に清掃です。どうぞよろしくお願いします。最後にキッチンの。ミレイです。厨房担当です。彼女らの他にもスカラリーなど下級職の者が何名か働いてますが、それらは対象外とさせていただきます。したがって紹介はいたしません。何でしょう。メイドにも階級がある。この4名もまた特別ですから。いずれわかります。ドクターが選択を誤らなければ。それではお聞きします。誰を専属のメイドとして指名なさいますか。そうでしょうね。わかりました。では1週間。7日目の朝、もう一度同じ質問をいたします。それまでに結論を用意してください。このあと別室にて契約書への署名など諸々の手続きをさせていただきますが、よろしいでしょうか。意味のない契約などこの世のどこにもありませんよ。賢明です。何かな。
邪魔してよろしいでしょうか。少しお話ししませんか。これぐらいなら問題ないはずです。お話しするくらいなら。はい。何か。ご期待に添えなくて申し訳ありません。いえ、こちらこそ断りもなく来ましたので。出たくないみたいですね。いえ、何でもありません。失礼します。何でしょう。できれば。ドクターのお部屋で。はい。おそらく大丈夫なはずです。気がついてましたか。診療室にはカメラが2箇所、マイクが3箇所あります。一つだけです。覗き部屋。はい。では失礼します。私を担当メイドに選んでいただけないでしょうか。ドクターにとっても悪くない話だと思います。いかがでしょう。私を選ぶのが最も有利な選択です。いえ、事実です。
私は他の3人が持ってない情報を持っています。ドクターはこの島から出たくありませんか？出たいと思ってらっしゃるのなら、私の情報が役に立つはずです。本気でおっしゃってるとは思えません。違うものを感じるのです。例えばドクター・アレックスとはまるで別の。何度かこちらにいらっしゃいました。旦那様のご依頼で何かの研究をなさってるとか。あの方はドクターと比べてもっとそのこの環境に溶け込んだ感じがするのです。以前ここに勤めていた方もそんな感じでした。ですね。ずっと好戦的です。ドクターが私の探しているものを。この島は決して楽園などではありません。最高の職場などとは言わないでください。ドクターはコムニオンという企業体をご存知でしょうか？ベネツィアに本社を置く貿易を中心とした総合企業です。旦那様テオ・パドリーノはその会長職を務めていらっしゃるのです。それとここにあるワイナリーはコムニオンのワイン事業部の管轄になっています。コムニオンの成立は古く、その前身は15世紀にベネツィアが地中海貿易を独占していた頃の武装商船団であるとも言われています。現在でこそ企業の形を成していますが、かつては長らくベネツィアという都市国家の一つの裏の顔だったのです。イタリアの非合法組織はシチリアマフィアだけとは限りません。そうなりますね。これぐらいなら問題ないはずです。今の話を聞いても、この島で働きたいですか？そんな簡単に行くと思いますか？認識が甘いです。
ですか、それは。そんなんじゃありません。私は本当にただのメイドです。ドクターと同じです。この島に来なければならなかったから。でも私にはこの島でやるべきことがあります。ドクター、私をパートナーにすること考えておいてください。それでは夜分遅く大変失礼いたしました。はい、またすぐに会いますので。